作戦通りスノーがおとりになっている間に人魚姫は瞑想を始めた。今このライブラリは文脈に支配されているわ。それならその効果は私たちにも現れるはず。常に悲劇を考えている人魚姫はその想像力を利用して超巨大ザメに勝つ文脈をイメージした。巨大なものに勝つためにはこちらも巨大化する。カッと目を開いた人魚姫の姿が謎の光に包まれる。人魚姫！スノーの叫びを背に光から現れてた人魚姫は超巨大人魚姫と化していた。巨大ザメと巨人が戦う映画があってよかった。おかげであなたを倒せる。私は人魚姫、海の王族。たかがサメが私に勝とうなんて。哀れんでしまうほどおかしいわね。正しい文脈のもとに散りなさい。ああ、悲しい。超巨大人魚姫の渾身の右ストレートが超巨大ザメの鼻を殴り抜く。サメは海の果てまで吹っ飛び、キラキラと輝く朝日の中で爆発して死散した。やったな、人魚姫。元のサイズに戻った人魚姫をスノーが笑顔で迎える。それに人魚姫は少しだけ切なげな笑みを返した。でも食われた命は元には戻らないわ。生き残った私たちには役目がある。そうね、この惨劇を語り継ぎましょう。海を見つめる二人を背景にどこからか BGM が流れてくる。こうしてライブラリはサメの侵略から守られた。いやーすごかった。思わぬ形でサメ映画を体験してしまいました。登場人物になるのも楽しかったですね。やはりサメ映画はいい。すごくいい。スノーと人魚姫もハマったようです。今度みんなで鑑賞会を開きましょう。そうだ、今度は初心に戻ってサメ映画の起源を見るのはいかがです。いいですね。シンプルに海にいるのが一番怖い。倒したと思ったら生きてたりね。そうそう、それで食べられちゃう。